はい、いつもご覧いただきましてありがとうございます。速稼塾の久保です。今日はね、持続化給付金についてちょっとね、財務省からこんなニュースが出てたよってことでお知らせしたいと思います。じゃあいつものようにですね、画面を切り替えてお知らせしていこうかと思います。はい、こちらですね、ニュースパスという記事なんですけども、持続化給付金など財務省が終了主張期限通りということで、来年の1月に終わるってことなんですよね。で、記事をちょっと読んでみますね。そんな長くはないですから。財務省は26日の財政制度等審議会、財政審の部会で、持続化給付金や家賃支援給付金など新型コロナウイルス対応の中小企業支援策について予定通り来年1月に終了すべきだとの考えを示した。公費で売上減を補うことには限界があり、支援を続ける場合も事業の転換を促すような工夫が必要と主張したということですけども、公費で売上を補填することに限界はないんですよね。ここがまず一つ目の間違いです。公費は無限に出るといえば無限に出ます。インフレ率 2% の制限はありますけども、こんなね、50兆とか100兆とかでびくつくような、そんな日本の財務体制ではありません。だから財務省がこういうところでミスリードをしているなと私は感じますね。で、次、記事読んでみますね。持続化給付金は新型コロナの影響で月の売上高が半分以上減った中小企業や個人事業主などに最大200万円を支給する制度。家賃支援給付金は中小企業などに家賃を最大600万円支給する制度だ。どちらも来年1月15日が申請期限となっているということでございます。事業されている方はね、日本には500万社とも何とも言われてますけども、その方たちが自分の新型コロナの影響でですね、事業の売り上げが立たなくなった方、一定額を国に保証してもらう制度ですけども、100万200万って言ってもね、企業単位で見ると本当にね、これあんまり意味をなさない金額なんですよ。個人で受け取ろうと思ったらちょっと大きい金額に見えますけども、企業とのランニングコストっていうのはね、やっぱりね、月に30万とか40万とか、税金とかその他のことでもかかってきますし、顧問の先生もいますからね。100万とか200万では本当にね、息継ぎ1回分ぐらいにしかならないんですよ。ただ家賃支援給付金はありがたいところがあると思います。家賃がやっぱり数ヶ月、こうやって補填されるとね、かなり助かる事業者もいますからね。特に飲食店なんて家賃がやっぱりすごくランニングコストの中で大きな割合を占めてますからね。ここは、できれば新型コロナウイルスが収束宣言が出るまでずっとね、支給してもらいたいなと思う気持ちはあります。じゃあ記事に戻りますね。新型コロナの影響が長引き、経済の停滞が続く中、政府与党内には予算を上積みして給付金を続けるよう求める声もあるということですね。もう一回言いますよ。政府与党内には予算を上積みして給付金を続けるよう求める声もあるということです。だから与党はね、ちょっと頑張ってくれてるところがあります。ところが財務省はこの日の部会で、緊急時の対応で予定通りに終了すべきだとしたわけなんですよ。さあ、財務省のトップ誰ですか？麻生財務大臣でしょ。結局この人ですよ、意地悪をするのは。財務省はこの日の部会で、緊急時の対応で予定通りに終了すべきだというふうにね、言ってます。これ麻生財務大臣の声でもあるんじゃないですか。給付金には雇用維持の効果があった一方、長く続けることの副作用もあると見ているためだ。ある幹部は、再生する見込みの薄い企業を延命させ、コロナに合わせて新しい事業に挑戦する意欲を損なう可能性もあると懸念するとあります。これはね、一見筋が通ってますけども、ちょっとここで切りましょうか、一旦。一見筋は通ってるんですけどもね。筋は通ってるんですよ。ただ、そうではあるんですけども、それはそれで別の対応すればいいんですよ。無限に会社を助けるとは約束しない。それはね、もう我々も分かってるわけですから、やっぱりね、収束宣言が出るまでは、コロナっていう、ね、一定の時期、この間は、事業者の責任ではないっていうふうな括りでね、個人に対しても事業者に対しても一定の補助をしていくのが、普段税金を納めていただいてるね、国民への恩返しだと思うんですけどね。で、財務省っていうのは、皆さんご存知の通りね、麻生財務大臣、財務大臣が一番上にいるわけですよ。で、麻生財務大臣がね、財務省と結託して、こうやって国民にね、意味のない意地悪をしてるんですよ。国民の一人一人、そして国民が運営している企業が苦しんでるのを、見てね、楽しんでるとまで言わないですよ。でも、会社や人が生き生きとして
楽しく生きていく、不安なくこの日本に住んでいることを、まあ、どう思ってるんですかね、悪いことじゃないと思うんですよ。それが気に障るのか、それとも、まあ、成長の可能性がない企業がね、補助金によってなんか生きながらえることが気に入らないのかと、あの、私これね、今回の動画の結末にちょっと思うんですけども、これはねちょっと言い過ぎかもしれませんけども、企業にも成果倉庫みたいなものを貸してはいかがかなと思うんですよ。で、会社ってのはね、あの、生んだ利益のほとんどを税金で取られてるわけですよ。経費ばっかりなんですよ、はっきり言って。でもその経費ばっかりの中で利益を出してね、その利益で社員を養ってるわけですよ。いわゆる国民に貢献してるわけですよね。まあですんで、今回みたいな本当に100年に一度みたいな事態の時ぐらいは、ちょっと会社に手心を加えていただいてね、普段払った税金の 30% ぐらいをお返しするつもりで、何らかのね、減免措置を取って、それこそ生き延びてもいいんじゃないかなと思いますけどね。それでこのね、今回の感染症が収束した時は、また元通りの弱肉強食のレースに戻っていただければいいと思うんですよ。まるでね、これ、感染症が永遠に続いて、で永遠に補助しないといけないみたいな論調になってますけど、財務省の方も。そんなことはなくて、やっぱりね、事業者たるものを自分の力で食べていきたいっていうふうな思いはあるわけなんですよ。そうじゃない方もいるかもしれませんけどね。もちろん、不正に対しては厳正に対処すればいいだけであって、どうなんですかね。やっぱり、生産性のない企業は潰れればいいっていうのも、それも新陳代謝を促すことであるんでそうなんですけどね。今回の感染症に関しては、非常事態、まさに、イレギュラーだと思って、まあ、なんて言いますかね。まあ、保護してあげてもいいんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、とにかく今日まとめますとね、財務省が意地悪言って、そのトップが麻生財務大臣だ、とにかく腹が立つというそんな結末になってしまいました。麻生太郎の、麻生さんのね、事務所に電話かけても、ちょっと私はね、出てもらえなくなっちゃったんですねやりすぎましたかね。ということでございます。今日は以上です。